いや、この X ウィングファイター500円でこのクオリティは、もうやばいですよ。素晴らしいです。皆さんこっちです。ジェイソウルグブルだ。ヒロイだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。トイザらスに売っているレゴミニキット、スターウォーズ編です。はい、こちらはトイザラスで発売されているレゴのミニキットです。僕の地元のトイザラスはレゴスターウォーズがほぼないので、こういう形で発売されるのがめちゃくちゃ嬉しいです。ちなみにこちらはトイザラスで一つ499円で売ってました。で、このスターウォーズのミニキット以外に、レゴスピードチャンピオンと、レゴマインクラフトと、レゴ忍者ゴーと、レゴバットマンと、レゴテクニックを買いました。値段はすべて同じ499円です。ちなみに今回は7種類買ったんですけど、他にレゴシティとかレゴディズニーがありました。今回の動画ではレゴスターウォーズの AT-ST と X ウィングスターファイターを組み立てます。完成！ X ウィングファイターと AT-ST でーす。はい、完成しました。いや、これが500円で、この完成度は、これ素晴らしいです。まずはこちらの AT-ST から見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すと、こんな感じで、この AT-ST は思ってたより大きくて、さらに小さいパーツで、細かいところまで再現されているのが本当に素晴らしいです。はい、では近くで見ると、このようになっていて、この部分が操縦席で、この4つがビーム砲台になってます。AT-ST の足めちゃめちゃ細いですね。そして、この AT-ST はめちゃくちゃ動きます。まずこの部分がこのように動いて、で足の部分がこのようにヒンジで動きます。つま先もこのように稼働します。あ、おっと取れちゃった。つま先もこのように稼働します。はい、こんな感じで実際に動いているポーズを再現することができます。では続いてはこちらの X ウィングファイターです。いや、この X ウィングファイター500円でこのクオリティはもうやばいですよ。素晴らしいです。はい、全体をぐるっと見るとこんな感じです。いや、これ細かいところまで再現されているのがほんと素晴らしいですね。近くで見ましょう。まずこちらがコックピット部分です。コックピットは黒いクリアパーツで再現されていて、この部分が R2D2 です。続いてこのウィングなんですけど、造形がめちゃくちゃ細かく作られていて本当に素晴らしいです。後ろから見るとこのようになっていて、この4つがジェットバーナーになってます。この X ウィングファイターはウィング部分がこのように稼働します。マックスここまで動きます。はい、 AT-ST と並べるとこんな感じです。何度も言うんですけど、これで500円は素晴らしいですよ。いや、これね、2個買えばよかったな。では最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさ的には AT-ST 3体分で、 X ウィングファイターもミニフィグ3体分になってます。続いてレゴマリオと比較するとこんな感じです。まあ、おおよそレゴマリオ 1.5 体分ですね。では最後はこちら。はい、前に作った X ウィングファイターと並べるとこんな感じです。いやー、もうこれはもう最高。はい。僕普段レビューし終わったものはバラしてパーツ別で分けてるんですけど、実はこの X ウィングファイターは完成度が高いのでバラしてません。いや、同じ X ウィングファイターでここまで再現されてるのは本当に素晴らしいですね。横から見るとこんな感じで、ミニキットの X ウィングファイターおよそ 2.5 体分はあります。後ろから見るとこんな感じです。500円でこのクオリティは本当に素晴らしいので、これはレ
ゴスターウォーズが好きな人はぜひ購入をおすすめします。はい、レゴスターウォーズミニキットはこんな感じです。はい、ということでトイザラスに売ってあったレゴスターウォーズのミニキット2種類を組み立ててレビューしてみました。何度も言うんですけど、500円でこのクオリティは本当に素晴らしいと思います。まずこの AT-ST と X-Wing スターファイターはパーツがすごい入っていて、細かい部分まで再現されているところが素晴らしいと思いました。ミニキットの中ではすごい完成度だと思ってます。あの動画でも言ったんですけど、これは本当に2個買えばよかったなって思います。次の動画では残りの5種類のミニキットを一気に組み立ててレビューしたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。